どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはこちら、ドン、グラマラススカイ7スターリングミカ。はい、中島美嘉さんがね歌われている、ご本人が主演されていた映画7でかかっていたあのロックナンバー、疾走感満載、このかっこいい曲、このウクレレで思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半のかっこいいバージョンではいろんなリズムをミックスしてあの疾走感、力強さ表現した、もうロック感満載のバージョンでかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めよう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで楽器やりたかったけど諦めてましたとか、私音楽の才能ないと思いますとか、楽器一回やったんですけど挫折しましたという、そういう皆さんがですね、あっという間にウクレレ弾いて歌が歌って弾き語りができるプログラムがあるんですよ。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間ですよ。このプログラムも見てですね、今もう全世界中の方がウクレレスタート、音楽スタートしてますよ。はい、そして YouTube ですけどもちろん無料、今すぐ始めましょう。ここです。行ってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1500曲以上もアップロードされております。皆さんこれから音楽を聴くからやるにどんどん変えていきましょう。そういうわけで、やってまいりましょう。7スターリングミカ、まあ、中島美嘉さんの歌われているグラマラススカイ、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンゆっくりやってみます。1、2、1、2、3、4。窓に回るランプのディスカイ、ああ青いて1、2、3、繰り返す日々に何の意味があるの、ああ叫んで Rocking shoes 跳ね上がるパドル Flashback 君はクレーバー I remember あの虹を渡ってあの朝に帰りたい、虹を
Summer's Sky。せーの、じゃじゃん、グラマラススカイ、ガズレレリーシンプル簡単バージョンやってみました。いいですね。このすごい力強くてロックナンバーなんですけど、ちょっとこう透明感があってね、なんか優しさも感じるようなこのメロディ、思いっきり歌っていきましょう。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジで、やらせていただきました。あのフルコーラス全部やってみたいわ私という方は、でコード進行1番2番同じなんで、コード進行を書いて2番の歌詞を書き足してオリジナルの楽譜を自分で書き出す、これがいいと思います。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズと一緒にガズレレ YouTube で一緒に何回かこう合わせて、なんとか一緒に YouTube と合わせるってできるようになったよという方、まずはそこまで行ってください。はい、できた方おめでとうございます。さらに、ね、次のステップがあります。次のステップは何かというと、もちろん、ガズレレ YouTube と一緒に合わせるんじゃなくて、ご自身で一人だけで演奏してみるのがおすすめです。そうやってどんどんね、自分でどんどんやっていくのがいいと思うんですけど、まず最初ね、やっぱ楽譜みたいなのは必要でしょうから、いきなり覚えられないんでね、いずれは覚えてもらいたいですけど、まず楽譜を用意して自分だけでやってみるのをおすすめします。じゃあ楽譜どうしようかってことなんですけど、今ガズこれを見てね、今演奏したんですけど、もうちょっとしたらこのノートを皆さんの前にこうやって写して、こんな感じでガズは書いてますよって、こんな感じで書くのはどうですかというご案内もしてるんですけど、今このサービス始まってます、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かと申しますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが取りためてきた、今までは今日のね、グラマラススカイももう入ってますけれども、ガズが書き溜めてきたもう膨大な数のこのノート楽譜のストックの中から、皆さんがやってみたいな、ちょっとこの曲挑戦してみたいな、歌ってみたいなという曲、毎月5曲ダウンロードしてお楽しみいただけるという画期的なサービスなんです。もうこのメンバーですね、1000人オーバーでもかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブのアプリ、すごいでしょ。その中で楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういうふうに分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。そして本日からね、これ、幻冬舎大学とガズレレコラボの、講座の募集が始まりました。ちょっとこの辺のこと、概要欄に貼っときますんで、これもね、なかなか面白い企画です。幻冬舎です。出版社の幻冬舎さん。これでですね、なんかこう、今まで音楽を知らなかった方が、知ってくれるきっかけになればなというふうに思って、この新しい講座を始めますんで、見逃せません。こちらもチェックよろしくお願いします。グラマラススカイ7、スターリングミカ、中島ミカさんでございます。はい、こんな感じで映していきます。これまず最初の歌い出しのところですね。ここをちょっと見てもらうと、この下に書いてある、ぐるっと書いてあるけど、これブリッジミュートって書いてありますけど、これ後半のかっこいいバージョンでこの奏法で弾きますよとか、ここにいっぱいこう決めがあるよとか書いてあるんで、この辺のやつは下の段のご案内はかっこいいバージョンで弾く弾き方のご案内ですよということで覚えておいてください。これ今映していくんですけど、いっぱい書いてあるね。はい。これ後で解説していきます。今ざっと映します。これ一時停止してメモっていただくか、動画のテロップを一時停止していただくか、この楽譜そのものをね、ダウンロードしてご活用いただくのもいいと思います。ひとまずこれどんな形でもいいんで手に入れて書いて書き出してください。はい。こんな感じですね。ここもなんかいっぱい書いてあるよ。はい。後半のかっこいいバージョンではね、これ結構キメがいっぱい入ってくるということでございます。はい。矢印マーク、これシンコペーションってね、後で解説していきます。はい、はい、こんな感じですね。ここ感想ですね。感想、はい、結構感想で、今日はなんと2枚にわたってますよ。はい、はい、こっち側、はい、これですね。はい、2って書いてある。で、ここがブリッジパート、サンデーマンデー、ここちょっとね、切ない雰囲気の、疾走感ありつつも切ない感じ。はい、ここちょっとメモっていただいて、はい、で、こんな感じで、ここで、ここまでブリッジパート終わったら見てください。サビって書いてあります。はい。
ガズレレのシンプル簡単バージョンアレンジだと、ここからまたさっきやったこのサビに戻るんですよね。で、サビに行って、で、ここまで来たら、またこっちのラストのところに戻ります。はい、ここラスト、ラスト、はい。二人歩いたグラマラスデイズやって、最後これエンディング。グラマラススカイで終わった。こんな感じになっておるのが、ガズレレ流グラマラススカイのシンプル簡単アレンジバージョンです。はい、じゃあコード、出てくるコード解説。今日はね、コード6個だけですよ。入門コード6個です。言っていきます。C と Am と F と Dm、G7、Em7。この6個のコードで、なんとできちゃいます。これはね、安心してください。入門コードのグループですよ。ガズレレではおなじみのこれです。ドン！ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めてみたいなと思ってる初心者の皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループでございます。これ入門コードなんで、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単なんですけど、なんとこのコードのグループ、10個コードがあります。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら簡単。だけどね、やっぱりね、10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごっちゃごちゃにこんがらがるんで、私がめちゃくちゃ夢のようなすぐ覚えられちゃう魔法の動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ここにガズレレ必須コード、ここでも覚えてください。10個のコード、今日その中から6個ですけど、遅かれ早かれこのコードは10個覚えておくのをおすすめいたします。はい、やってみてくださいね。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。といういつもここで言いたいのは、かっこいいバージョンの練習に入る前に、まず4つ引きの今のバージョンでしっかり歌のメロディーとタイミングを理解して把握してください。言葉が入るタイミングっていうのは結構この曲またいでるんでね、小説をすごくやってみると分かると思うんですけど、なんかここでこう言葉が入るのかみたいなパズルみたいな感覚をちょっと体験できると思いますね。まずそういうのをね、あ、ここで歌がこう伸びて次の小説に入ってるんだなとか、メロディーラインとかよく確認して、それで、あ、こういうことねって分かった後にかっこいいバージョンに入っていくのがいいと思います。じゃあここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンはですね、コードは一緒なんですけど、いろんな弾き方が登場するんですね。今日はちょっといろいろね、どんな弾き方ご案内します。まずこれドーンいきます。まずブリッジミュートと疾走ビート、8ビートのチャカッティングですね。この辺のリズムいろいろこう織り交ぜて、あのロック感満載の疾走感をこう表現していこうと思います。ひとまずこれ映ってるこの4つの弾き方はですね、ここのリンク行ってみてください。はい。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの一枚で、その中からそれぞれ あの弾き方の濃厚解説レッスン動画がアップロードされております。それぞれの動画ですからね。これ結構あの初めてやる方はなかなかのあの長い道のりかもしれないですけど、まあまあ、落ち着いてゆっくりやっていきましょう。まずですね、どんどん説明していくと、基本的に一番この中で一番まあシンプルなリズムは8ビートのチャですね。これはね、サビとかメインのところはこの8ビートのチャの弾き方でいきます。こんな感じになります。1、2、3、あの、リリオ、わた、トン、チャタツ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 。かっこいいでしょ。この疾走感満載な8ビートのチャ。これをまず最初に優先順位としてはマスターしてもらうのがいいと思います。はい。そしてですね、今日はいろんな弾き方でいろいろ盛り上げていきたいなと思うんですけど、ここから深く掘っていきますよ。最初の歌い出し、開け放した窓に、ここのところは、ブリッジミュート奏法。これを用いていきたいと思います。これもね、さっきの濃厚解説動画、レッスン動画見ていただければすぐわかると思うんですけど、一応解説しておきます。このウクレレのこの白い部分、弦がここ出てるこのね、これブリッジっていうんですけど、ここに手のここをピトッと当てて音を潰していく弾き方なんですよね。こんな感じ。で、今回ちょっとね、チャレンジしたいのは、ダウンピッキングだけで、この、前奏としての A メロを弾いてみるのがいいんじゃないかなと思います。こんな感じ。ちょっと早いですけどね。ダーッタ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 ッ。はい。ここをつけたまんまだから、なかなか大変ですよ。これはまあロックによくあるダウンピッキング。ミュートで弾くダウンピッキング。これエレキギターで言うと、ズン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 って、これがかっこいいですよ。これをなんとかウクレレで再現しようということで、今回ね、イントロとしての A メロ。はい。これ、結構かっこいい。ちょっと難しかったところ、ダウンアップでもいいですよ。はい。このね、ブリッジミュート、ちょっとここでメリハリつけたいですので、この次に、A メロに入っていくときに、今度はね、疾走ビートっていうリズムを使ってみようと思います。疾走ビートっていうのは、ドドダドドドダド。これは8ビートとはちょっと違くて、ちょっとやってみると、わかる。アクセントで、トートータト、トートータト。今これ、見てもらうとわかるけど、トートータト、トートータト。大きくなってるところだけ強く弾くんですよ。全部ダウンアップ、ダウンアップでいいです。ドードータト、トートータト、トートータト、トートータト。
これでロックの疾走感かなり出ます。 A メロやってみると繰り返す日々に何の意味、こんな感じです。これかっこいいですね。そして、サビとかブリッジの一応メインのねオートロ部分は、さっき紹介した8ビートのチャ、これでやっぱりスケール感たっぷりで何道を渡この3段活用でいきます。一番最初はブリッジミュート、その次に、疾走ビートで、あのサビで、8ビートのチャで盛り上がる。この3段活用、これを覚えておいてください。はい。それぞれのリズムでね、この結構メリハリ。で、リズムがね、変わるときに、テンポがこう、なんかヨレヨレとなんない、これをするために体はね、キープして、揺らしといてください。これがキーポイントになります。そしてですね、今日このマーク出てきます。矢印マーク。この矢印マークは、リズムが前にズゴンと食い込んでくるよというシンコペーションが入ってくるよというふうに表記する。ガズレレ独自の表記ですけど、サビとかで出てくるんですよ。ちょっと後でまた解説しますけど、改めて。サビの中間のところからまた戻るところのシンコペーションで、ちょっと一個練習してみたいと思います。せーのーさ、あの朝に帰りたい。次いきますよ。せーのーさ、あのー夢を、今の分かった、あのーの時に、ダンダンジャー、ドーンって、リズムが前にズコーンと食い込んで、もう一回やってみましょうか。あのー朝に帰りたい。A マイナー次ですよ。ここです。だから、あのー夢、今のあのー、ここで。矢印マーク。これがシンコペーションです。まずここをちょっと覚えておいてもらって、今日はね、結構キメがいっぱい入ってくるんで、後でまたこの矢印マークの解説をするとして、ちょっと最初からちょっとキメを確認しながら解説していこうと思います。今日はね、キメ3つ入ってきますよ、3つ。これ今日、ここがちょっと難しいと思うんですけど、面白いところ。このね、キメっていうのは、ロックバンドみたいなアレンジの時にはよく出てくることで、これをやるとすごくこう、やっぱりこう、バンド感が出るっていうかですね、どこで出てくるか、まず最初の、その、イントロでやる A メロのところの一番最後のところから、まず、解説します。これ、キメ1とさせてください。キメ1。ちょっとやってみますね。開け放した窓に丸ラブのリスカイ。ダツタ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 タダツタ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 タです。これ口で言ってみると分かるんですけど、ダツタツタツタツダンダンダツタツタツタツダンダンで F と G7 こういう風にやっていくんですけど、手を見ててください。僕のダツタ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 タタタツタツタツタタ8ビートの中なんですけど、ちょっとフレーズが変わるって感じ。手はずっと ストロークしといてもらって、で、できれば、ジョン、カッティング入った方がいいんです。ちょっとやってみましょう。ダーッ、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 わかった？こっち。ダーッ。カチッって言ってるでしょ。ダーッ。できる人はカッティングでちょ、ダーッ、ダーッ、カッター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 、このカはカッティングで、弦に触れてカチャッと言わせてます。ダー。はい。早いからね、なかなか。はい。できればカッティング入ればいいと思うんですけど、カッティングなくても、ダンダ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 チャを入れてもいいかもね。ダンチャダンダダンチャダンダダンダチャンダダンダダンチャダンダだから通常のリズムと異なる感じで、キメ1。これを、このパターンをキメ1とさせてもらいます。なぜキメ1というかというと、これめちゃくちゃあちこちにこのキメが出てくるんですよ。なんでこれ覚えておいてください。じゃあ次のキメなんですけど、これ、ね、A メロの途中でちょっと出てくるやつです。ちょっと A メロ、リズムが入ってからですね。疾走ビート。繰り返す日々に何の意味があるの？ああ、だけど。次ですね。この飛び出す5音とかにタトとタトと G7 F クエフク G7 です。 F カッカ F カッカ G7 で伸ばす。これはもう間違いなくカッティングで今やりましたけど、はい、これだけ弾くだけでも難しいんだけど、歌と絡んでくるんでまた難しい。ちょっとやってみますね。せーのさあるのああ叫んで分かった？ダツツダツツダの中に飛び出すゴー。はい。言葉の裏に来る部分
分とリズムの裏に来る部分がこうガサッとこう一緒になるから、これちょっとね、いざやってみるとちょっと脳トレ要素高いと思う。ダッとッとダッとッとダー、最後のターだけ G7 で飛ばす。 F と F ちゃっちゃ F ちゃっちゃ G7、 はい、これが決め2です。これは1回しか出てこないですけどね、ここ結構かっこいいなと思って、2にしました。じゃあ次、決めの3番目なんですけど、これはサビに入る前、A メロのつまり一番最後のところでですね、ここでね、出てくる決め、これがちょっとなかなかね、ダイナミックな決めです。これも1回しか出てこないですけど、やってみますね。ワン、ツー、セーブ、パドル、ファースト、君はクレーバー、アンメンバー。はい。ダン、ダン、ダッ、ダン、ダッ、ダン、ダッ。これがね、なかなか表現が難しい。ダン、ダン、ダッ、ダンダッダンダダン、今 D マイナー2ブロック分なんですけど、ダンダンダカツダンダツダンダダン、これ矢印マークを入れてちょっと表現してみた。ワンツー、これ D マイナーのところだけやってます。ワンツースリーフォー、ダンダンダカダンダツダンダダン、これ決めですね。ダンダンダカカダンダカダンダダン、こんな感じ。シンコペーションでしょ。ダンダンダトトトンドトドーンつつ、はい、二回シンコペーションが入ってくる。もう一回、せーの、ダンダンダココダンココダンダダン、はい、次 G7 のところ、ダンダンダココダンダダダダダ、でその次サビなんですけど、アンノーのところの最初がシンコペーションなんですよ。なんでこれ G7 のところはさらに難しい、ダンダンダダツダダダダダアンノー、はい、ここちょっと D マイナーのところやってます。君はクレーバー。って感じです。ここをちょっとね、何回も何回もやるしかない。しかもこれカッティングも入ってくるしね。この決めさんがちょっと今日一番やっぱダイナミックで、ちょっと難しいかなという感じなんですけど、はい、挑戦してみてください。これパートでゆっくり、今やったところを何回も繰り返すのがキーポイントだと思います。ダーダータッとダースとッダースとッダーダータッとダースとダダダダズドーンでございます。そしてあともう一個、まあ、決めというかちょっと奏法に関係することなんですけど、ブリッジパートの一番最後でまたサビに戻る手前のところで、またこれをちょっとねやりたい弾き方があるんです。ブリッジパートの一番最後の答えて僕の声にというこのパートのところをちょっとリズムよく聞いててくださいね。ワン、ツー、スリー、答えて僕の声にダガダガダアノー、はい、大騒ぎって感じですね。最初の答えっていうところは普通の8ビートのチャなんですけど、その次僕の声にのところからこの G7 なんですけど、こうパッ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 止めていく、タン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 、次の F もタン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 、その次の G7 でダガダガダガでシンコペーションマークで次のサビに戻るシンコペーション、ダガダガダアノーとこうズゴーンと突っ込んでいくという、こういやー、ここちょっともう一回やってみましょうか。ワン、ツー、スリー、答えの声ダダダダ、二重音入っていきます。はい、この今のタッタッタって止まるやつはもうバッチリのカッティングです。見てください、 G7 だとしたら左手でこう一瞬で止めてます。左手止め方は親指で止めたり全部で止めたり人それぞれなんですけど、とにかくこう触れて止める、はい、これ頭打ちって言いますけどね、リズムダッツ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 、このリズムで盛り上げていってサビにまたドーンとこう突入していくというこういう表現やってみましょう。このような感じでですね、このグラマラス界いろんな奏法弾き方と決めも3つとか4つとかが入ってくるようなイメージなんですけど、やっぱり基本的にはやっぱ疾走感ずーっとこうね、安定的にこうガーッとこう突き進んでいるロックならではこのパワフルな感じをやっぱり持ち合わせておきたいんで、リズムがやっぱ乱れない、体をずっとこうキープして動かしてリズムキープするっていうのが素晴らしいと思います。で、気がつくとやっぱりね、こうロックの曲ってパワフルだからテンポがどんどん速くなっていっちゃうんですよ。で、僕の個人的見解としては多少速くなるのはかっこいいと思ってるんですよね。なんだけどあまりにも速くなっちゃうともうわーってね、暴走機関車みたいになっちゃうのもあれなんで、まあその辺に注意なんですけど、でもそこに結構パワーのエネルギーもあると思いますんでね、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。そしてこの曲ってやっぱり映画のね世界観も表現されてると思うんで、映画のシーンを思い浮かべたり歌詞を読み解いてそのメッセージを感じながらやっぱ歌う
これが大事だと思いますけど、まあ、まずはね、その細かい決めるところ難しかったら、そのパートごと練習して、後でガチャッとこう合わせていくような感じ、長い時間かけて取り組むにも、すごく素敵な曲なんじゃないかなというふうに思います。よし、それではやってみましょう。グラマラススカイガズレレユーかっこいい場所、やってみる !1、2、1、2、3、4。かけ離した窓に、回るランプのデスカイ。もういろんな弾き方がガッとこうね、一つの塊になって、このパワフルでエネルギーがもう満載なんですけど、だけどやっぱ透明感があって、なんかこう切ない雰囲気、これがキュンとくるんですよ。これやっぱり簡単でないから、すぐにはできないと思うんですけど、長い時間かけて取り組むにはもう最適の曲だと思います。思いっきり歌っていきましょう。で、今日お知らせがあります。先ほどもちょっと言ったんですけど、幻冬舎大学とガズレレコラボ企画でオンラインレッスン募集開始になりました。詳しくはですね、幻冬舎大学さんの、幻冬舎大学ホームページでご案内があるんですけど、もうぜひこれちょっとチェックだけでもしてみてください。概要欄にも貼っておきますんで、ぜひお願いします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですんで、ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいなこのね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいんですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、
はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。